皆さんこんにちは。目から鱗忘れとったね。大丈夫、はい、どうぞ。パーソナリティの上地とゆみちゃんです。24時間常時放送のインターネットテレビセナナ TV がお届けする、目から鱗。今輝いている人の人生の転機のきっかけ、まさに目から鱗が落ちた瞬間を紹介し、ご覧いただいている皆さんの人生の転機のヒントにしていただく番組です。でやる気出せよ上田。大丈夫かな。ね、メリークリスマス。ジングルベル、ジングル、もう全然やる気ないやん。クリスマスで浮き足立ってんのかな。じゃあだ、なんか疲れて大丈夫。でもう今年ももうと少しはね、もうクリスマスやって、ね、もうクリスマス来てもたよね、うん、ね、あっという間に。このね、シャラナテレビって、うん、あのオンタイムで放送して、うん、それで終わりじゃなくて、はい、ずっとバックナンバーでアーカイブに残っていくのよ、うんうんうん、はい、で、まあ出てもらったゲストさん、うん、が、いつでも、はい、番組に出させていただいたんですよって言って、うん、はい、こうスマホとかでこう見せることもできるし、そうそう、結構活用されてる方多いですよ。お店とか、うん、会社で、うん、出てる回の、うん、その、放送をちょっと流すこともできるし、うんうん、活用するその方法がすごいバラエティに富んでるんだよね。本当ね。うん。だから通常だと、うん、まあラジオなんかとかテレ、うん、いろんな放送、うん、出るともうオンタイムで放送して、終わりよね。いつ放送されますって見逃したらもうそれで終わりじゃない。そうそう。ところがもうこのシャナン TV の、うん、番組っていうのは、うんうん、アーカイブに残ってるから、うん、いつでも、うん、出たんですよって、うんうん、どんな番組って言って見せることができるって、うん、すごいメリットあると思う。今更やけどね、うんうん、いや、言うかそれをね、うん、あまりこう大々的に言ってないんだけども、うん、それをこう、結構みんな使ってるやん、うん、だからもっともっと、うん、活用してもらおうかなと思って、うん、どうした上地、疲れてる。いや疲れてない。大丈夫、まだ忘年会シーズンもう少し続くで。そうそう、うん、まだこれからやで。大丈夫、うん、それを、うん、活用する方法、活用する方法とか、はい、そういう、ものをこれからどんどんご紹介して、はい、シャナナ TV の、はい、その、価値を、あ、このじゃあ、そうそう、オープニングはそのハウトゥーに使いますよ、はい、みたいな感じで、はい、今日はそれをちょっとご紹介しようかな、はい、と思って、はい、ちょっと言わせてください。コマーシャル行きます。はい、行ってらっしゃい。気の抜けた意味がよく分かりました、はい、もう番組乗っ取られるぐらいの勢いやね。まあ確かにね、うん、シャナル TV のね、はい、ママラフの、はい、ママラフパーソナリティをなさってる、はい、富士のゆかさん、はい、そうです。神森圭ちゃん、はい、さん、あと神森圭ちゃんが、はい、キャリアコンサルタント国家試験、はい、合格いたしました。ありがとうございます。キャリアコンサルタントって、うん、これからの、はい、その人の、うん、そのキャリアをどういう風に何高めていったらいいかっていうのをまあ言うたら、リーディングとコーチングみたいな感じでカウンセリングもするし、うん、あとキャリア教育って言って幼稚園とか小学校とかで講座をしに行ってもいいんですよ。それはそんな幼少期から、そうもうちっちゃい頃からそういうキャリアの才能があるとかって、そうそう、話をしていくっていうのが日本であんまりこう浸透してないんですよね。だからそういう教育にもこう踏み込んでいける人を作っていこう、あと一人ずつの才能とかその価値観を大切にして生きていく、まあ、どっちかっていうと日本遅れてるその個性を伸ばすっていう分野やね。そうですね、うんうん、自分をいかに生かしていくのかで、それが国家試験になってることも、うん、僕けいちゃんが合格したっていうことで、はい、いろいろこう調べて初めて知った、はい、ありがとうございます。去年からなったんですって。あ、そうなんやね。私知ったら今年ですけどね。そうでも頑張ったなと思って、めっちゃ頑張りましたよ、すごい、ね、すご
もう涙涙の物語やね。大体勉強大変だったんですか？勉強大変だったんですか？めっちゃ大変ですよ。4月から100何時間学校通って、うん、で7月からはもう自習するしかないですね。で試験が8月なんですけど、試験の1週間前にぶっ倒れてさ、うん、3日間もう点滴しまくって、試験すら受けられへんのじゃんみたいな。でもそういうのはアクシデントがあったりした方が試験ってうまくいったりするっていうか、やっぱそれ？なんかやっぱそれ？うん、いや、いうかだからこう何もなく平坦にこう試験の日を迎えるより、逆にあのなんかそういうアクシデントがあって追い詰められるとすごい能力を発揮したりするっていう、結構なんか一瞬力が抜けました。うん、落ちたら絶対終わりやって思いながらやってたのが、3日間で、うん、あ、終わったなって思ったんですよ。今までの頑張り終わったなって。肩の力ふっと抜けた感じ。もうやるっきゃないな。っていうので行ったら、受かったんですよ。そう。いや、多分ね、自分を受け入れる。自分で今までやってきたことを受け入れるっていう、うんうん、その心の前から平穏に戻ったから、実力発揮できたと思う。逆に本当それは思いました。うん、だから倒れてよかったね。倒れて。なんかでもこの2人の番組面白いかもしれないってちょっと思っちゃったよ、見てて。いや、でも普段は、まあ、ママのこのお二人なんですけど、写真があるように。で、ここに、あの、だ、そう。キノコ、キノコ。そうそう。残念、2年前。2年前ぐらいですよ、ね。何ですか？ママラフ。あの写真が。始まった頃、2年半前、ね、あの中崎町の時にはもうは始まってた、ね、始まってましたね、あの時もだから一番最初に、ね、だから、その頃からずっとこうなさってるお二人なんですけども、ここに抱っこ専門家、抱っこ専門家、はい、それから、カラーアドバイザー、はい、でここに活動、まあ、あのされてるんですけど、そのまあカラーアドバイザーの、まあ、講師からの写真なんかあるんですけど、親子が相思相愛になる、そのカラーの使い方をお伝えしますっていうことなんですけど、それについて、それについて、自分自身の2人娘がいるんですけどね、その2人の娘たちに色の効果を取り入れてずっと子育てしてきたんですよ、で私、上の子をが生まれてしばらくして過呼吸になって倒れるぐらい結構追い込まれたんですよ、子育てに。なんだけど色の効果を取り入れたら、自分も機嫌よくなるわ、子供たちも機嫌よくなるわ、今悩みないんですよ、子育てに。デイさん、そうそうそう、でじゃあみんなもやったらいいやんか、いいやんかって思いません？もう今聞いただけで私何色持ってったらいいやろってちょっとすごい考えますよ。そうそう、まず色を使ってママの機嫌を良くするんですよ。え、 何色を使ったの？あらゆる色をあらゆる状況で取り入れていくんですよ、その瞬間瞬間に、瞬間瞬間に、自分を立て直すために。どんなもので？え、そこらにある色ですよ。だからお金使わんでいいんですよ。ちょっとお米当て、分かりにくい。受けに来て、受けに来て、受けに来て。エレクッションの色とか、そう、そういうこと。自分がどの色とか、そうです、そうです、どんな気持ち、このネイルは1ヶ月どんな自分で過ごしたいかで色を決めたりね。子育てって、まあ僕はあの父親を経験したことしかないんだけども、そうそう母親経験した方がいいよ。そうそう、母親 あの子育てって大変やなって思うのは、だからすごいヒステリックになって、その30分後にいやめっちゃ可愛いなっていうような感じ、その繰り返し繰り返しで、もうすごい山谷がこうずーっとあって大変やなと。まさにそれなんだから、距離感が父親はあるから、可愛い可愛いです、その分がなんかすごいヒステリックになった後また可愛いなっていうような、ヒステリックっていうか、もうずっと見とってみこう、わけのわからへん生き物やね、生きとってさ。いや、それおかしい、それ本当に。でも、宇宙人になるもんね。本当にちょっと待って、今それ出るみたいな感じよ、子供って。お父さん帰ってきて、ただいまお帰りだけ見てるからしかわからない。だからなんか散らかしたり、ね、なんか食べ汚した、食べ汚した、食べ散らかしたや、なんか、それを、もうこんなことしてと思いながら、こうイライラしてこう片付けた後にこう寝顔見て可愛いなっていう、そので繰り返しやもんね。そうそう、怒って、あんなに怒ってごめんねと思うよ、寝てたのに。血圧が上がったりなんか下がったり大変やもんね。そういうのでだから抱っこします。色と抱っこ、うん、それぞれね、抱っこセミナーのね、写真があるんですよ。
そのいくつになっても抱っこで子育て、うん、ウエッチも抱っこしてほしいからさっきからこんな暴れんぼうやで抱っこしたって言われるのそうか、重たいでめっちゃ嬉しそうやね、置いとこ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 で、その個々にそういう活動をなさってて、ちょっと抱っこの話もちょっと聞きたい。で、そのいくつになっても、うん、抱っこで子育てって今言ったじゃないですか、うんうんうん、いくつになってもっていくつぐらい、いくつでもそんなの、うん、それこそ、それこそ、いいのみたいな感じで40、50になっても、40、50でもお母さんだったらね、うん、お母さんがいてお母さんに抱っこしてほしいと思うんだったら抱っこしてもお母さんに抱っこしてもらえよ、そう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 、いや、でも実際そうだよ、本当にそうだと思いますよそうだと思いますよ、お母さんがいらっしゃって、うん、実在されてお母さんに抱っこしてほしいっていう気持ちがあるんだったら素直に言ってみたら、うん、お母さん嫌がらないと思う。抱っこに着目したあれって何なんですか。私自身も結局その、うん、上の今19の男の子を育ててた時に、はい、ちっちゃい時にはこんなお母さんでごめんねって毎晩謝るようなお母さん、それこそね、もうさっき言ったそのイーってなる、うん、まあ、バンバンもやったこともありますよ、うん、でもなんかそれが結局抱っこのを続けてるうちにだんだんそうじゃなくなったっていうのが、ごめんねって寝てるとこ抱っこしに行くんです。抱っこ、うん、そうじゃないんだけど、うん、なんかそうやって自分のが悪くて、自分の子育てが悪くてこんなになってしまったんだこの子はって思ってた、その自分が悪かったんだ悪いんだっていうその気持ちがだんだんなくなってきた。私は私で、うちの子たちもママでいいんだとか、うん、ママとして私は子供たちに好かれてる、他の家の子は知らんけどね、でもうちの子は私のことをお母さんとしてちゃんと認めてくれてるっていうのが、まあ、抱っこし続けたから分かったっていうのがあって、その大きくなってもハグ、そう、にょん、抱っこ、うん、抱っこ、え、抱っこ、よこしょっていう、抱っこ、よこしょって、うん、そうそうそう、持ち上がる、うん、うちこう、まあまあ、あの抱っこセミナーではいつも言ってることですけど、高校生まで優秀って抱っこしますよ、はい、でも普通のお子さんってもう小学校ぐらいになって抱っこしてって言わないでしょ、うん、うちまだギリギリ9歳なんで、うん、全然来ますよ、そうそうそう、おいでってたらポンって膝に乗っかってきて、そうそうそう、抱っこするとすごい喜ぶ、そうです、そうなんですよ、うん、でも普通ってそのぐらいの子が抱っこしてって来たら、うん、何言ってんの、男の子が恥ずかしいとか、もう小学生なのに恥ずかしいって言って、こっちが拒絶しちゃうでしょ、拒絶しなかったらお子さんはいつまででもお母さんに抱っこしてほしいっていう気持ちを持ってるんですよ。それをただ、まあまあ私の場合はそれを拒絶しずにずっと来たって言ったんですよ。なるほど、普通にタヌキネイルとかしてあるやつ持っていかなかったね、タヌキネイルあるでしょ寝てるわ、うん、パパ連れてってみたいな感じで言って、うん、ちょっと誰かしようか、いや、そう結局だけそれもほらね、嬉しいんだもん、抱っこされるのがね、起きて一人で歩いても行けるけど、それよりはちょっと寝とったら、いや、連れてくれるやんって笑って、あの顔がやっぱたまらんって思いますね、重いけど、そう、重いけどね、重い、なるほどね、こうやって活躍されててすごいなって思いながら、うんうん、まあ、なんか長町の時に、うん、僕ゲストで呼ばれて、あ、そうですよね、で、うんうん、そのこのシャナナテレビの雰囲気を見て、うん、あー、ええなーと思って、こんな、ところで一緒にこうやりたいなと思って、うん、念願かなって番組持って、うんうんうん、シャナナファミリーになったじゃないですか、うん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 、なってからか面白いこと良かったね、そんなに楽しいかと、何を言うかと思ったびっくりした、いや楽しいですよね、ちょっと待ってよ、楽屋トークやさいや、もうこれはなってみないとわからないという感覚なんだけども、皆さん一度ほんまにシャナナファミリーになってみてほしいと思う特にあれ、ね、特番たまらんですよねそうそうそう、何させられるんや、分からへん、怖いわ、もう言うてるうちにまた来ますよ、春の特番、ほんまや、春の特番ってあったっけ、いや、2回やったじゃん、2回やったもん、1年2回、ゲームやったでしょ、この前、うん、ああ、そうそうそう、ね、そう、あんま聞いひんやつか、聞いひんやつか、残念でか、残念それはね、1回でいいかもしれへん、うん、あ、大概ハードル高くなってくるから、ね、そうそうそう、そうそう、ね、もうなくなるよね、だからね、そうそうそう、うん、もう無理と思うね次どんなこと絞り出してくるの、出たからだんだんなくなってくるからね、そう、うん、着るもんなくなるから着るもんもじもじくんしかないね、そうだったら、それは全員ローザ帯の方がいいかな、あれのワクワクする色着てきてごめん、あ、いや、色着てローザ帯着てみたい、そうそう、もじもじくんちゃんとローザ帯着てみたい、ローザ帯で、うん、ローザ帯、この前、うん、みんなで、うん、プロのカメラマンを撮ってもらってたね、本当に撮ってもらったんだけど、うん、まあみんないい顔するよね、うん、女の人ってあんなのすごい大好きなんよね、うん、やっぱ
たいけどなかなか着れないもんね。なかなか着れないから、そら着たら嬉しいんちゃうか、うんね、収録の時やったら着れるもんね。そう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 、そしたらあれで歩いてはりますからね、街中ね。そう、うん、あれで電車乗るはるんでしょ、うん、電車も乗るし、うん、この前の撮影の時は、うん、あのハーバーランドのモザイク、うん、ど真ん中横切ったもんね、うん、全員で攻めるできそうって言ってる。え、ケイちゃん何色のローザになるの？ピンクローザ。ほらこれ、ほらこれ。ピンクローザ。え、その色にこだわってる理由って何？これはお仕事のテーマカラーにして、なるほどなるほど、うん、自分の思いを実現、うん、形にしていくっていう、うん、僕この前、ね、うん、カキって、ね、みかん色っていうのかな、なんかみかん色、うん、あのオレンジのあの、か和風なオレンジ色を言われてね、カラーセラピー、そうそう、カラーセラピーあれをつけなさいって、うん、でそんなんってやっぱり効くのかなと思って、うん、あのオレンジどこについてるの？下に着てるのそうなん、うん、で下に着てて、うん、でそれを身につけることによって、うん、なんかその何能力の発揮される、うん、あれが違う、うん、そう、私紫って言われたから紫ね、紫などがすごい、すごいね、カラーを取り入れてみました。この前ね、一緒に行ってんね、そうそうそう、よう一緒に行くよね、そうやね、そうなら何っつってたっけ、何か面白いんだっけ、何、え、なんかでも結構楽、そうそう、あ、なんか楽、うん、面白いで僕が行く時に行くって誘ったら来るもん、ね、ああ、うん、そういうことか、そう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 、うち、そう、今日何みたいな感じで、こう、なんかのうちのはなんか前後とかね、うん、この前はあのほらシャナナの20周年の、そうそう、テキストの20周年の前に時間前やったから、うんうん、あ、その時に行った、そうそうそう、何時、何時かな、行ってたね、そう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 、なんか、うん、一緒によくいるね不思議やね、チナッティも含めて、うん、シャナナファミリー、うん、まあ、集まると、うん、なんか、テンションめちゃくちゃ上がるあんまり下がってる人いないよテンションめちゃくちゃ上がってなんか翌日、うん、すごい寝込みそうになる腹筋痛なるって言マジで面白いもんエネルギー使い果たすってでもほら、我がってんじゃなくて、そうそう、いい感じでちなちゃんが行った時にはみんなでおーってなるし、でなんかで、ね、うまいことになってるよね、愛に溢れてる感じがしますよね。彼女のすごいところは、うん、次々新しい分野に進出してるじゃない。次シャンソン歌手になるんでしょ。そうそうそう。だからあの先生を探してます。河原のあのシャンソンの人紹介しようかな。あ、そう。ああ、直美ちゃん。うん、ああ、なるほどなるほど。まあ元々歌手だもんね。うんうんうん、でもシャンソン難しいよ。いや、まあ難しいだろう。シャンソンは。雰囲気がだから出えへんね、あの。まあでも二人の話しようよ。なんで俺人の話だ。そうか、そうやってちゃんと由美子さんが戻すんだね。そう、戻す。すごいなぁ、やるありがとうございます。だってもうボー君だから。そうだね、本当にボー君、本当に知識のあるボー君だから大変やね。ああ、わかる、立ち悪いね。そうやね、そうやね、分かってくれた、分かった、みんなゲストに来てくれてね、私の存在を認めてくれるからね、みんな来て。いやでも分かる分かる、うわ今キュッてちゃんと戻したもん、うんうん、どんどんちなっち話題に行きそうだと思う。そうでしょ、いや、いけねえ、抱っこの話してもなんかまた違う方持っていくし、もどうしたらいいんやろうって思いますよ。気づいてもらってもありがとうございます。もうここに感謝って書いておいてほしいよ。この上に感謝って。ママラフの収録の時って、うん、そう、スルーやで、そう、スルーいや、ここへ戻そうと思ってたよ。わかるわかるわかる、それわかる、脱線とスルーの足やから。よかった、今日スキリ。ママラフの収録の時ってどんな感じ、あの例えば、ゲストさんとどっかで打ち合わせをきちっとして、うん、でスタジオ入る。一応1時間前にきちっと打ち合わせの時間は取るんだけど、うん、でまあ、一応話は聞くけど食べてしまう、あの その時、うん、じゃなくて聞くけど、うん、そのちゃんとゲストさんに聞くけど、うんうんうん、それの話をちゃんとあのオンエアに乗るかどうか分かりません。その通りになるかどうか分からないね。そうそうそう、うん、収録できるかどうか分からない、まあ、そうやもんね、うん、結局なんか筋書きとか、うん、あのいろいろ聞き取りして、うん、こう話そうと思って、うん、そのとになるのが3割の割、うん、私ほとんどないかもやめて、めっちゃ安心したから今やめて、これ以上自由になられたらそこもすごく聞きたくてやめて。いや、そういうのってあんまり話することないじゃない。ないです、自分の番組の。本当だ、本当だ、ない、ない。でもな、あんまりならないよね、まあ、最近上手、最近うまいことを回すっときあるけど、うん、今日うまくいったわって思うと、よかった、うん、いつもうまいあのでもあんまりほら、その打ち合わせの内容通りではなかったですよ、ね、ああこれ絶対言おうって言ってるの忘れる、うん、最初番組スタートしてから
かる。どれくらいでこう自分でこうコントロールできるようになりました。ちょっとコントロールできてると思ってんの。できてない。やろ。びっくりした。いや、コントロールっていうか別に一発目から時間がビチって終わってますから。ビチってすごい、うん、それはあんまり考えたことない。すごい。だってウエッチさんを東京に見ること諦め始めた。すごいね。もうあとさ数秒しかない尺ですっごい長い話入れようとしたりするのよ。ああ、わかるわかる。分かる。びっくりするからもう。まあ、でもゲストさんで一人だけかな、そういうことが。でもバサってぶっといっちゃったけど。私もぶった切りますよ、もう。それ無理やろみたいな、ほんまに入れてくるんですよ。講義解釈に、まあ、パーソナリティやからね。そう。まあ、いいんですけどね。勉強、まあ、力つきますよ。どうですか、一緒に。大変だろうな。大変だろうな。なんかちょっと今日幸せな気分かも。時間帯によるのよ。これぐらいの時間からだと割とまだ大丈夫なの、活動できるけど、特番のあの収録時間から、あー、待って、でもなくて息聞こえて、ふーって一瞬、ふーって一瞬ね、鼻息聞こえて、ふーってなったよ。ほんまにやばいから、ちょっと風邪気味やったのって、ね。ああ、そうなんだ。そう、大変だったね。あれ、あとカツラもかぶってね。カツラずってくるね。いろいろあったよ。もうそんな話で、見ての時間なくなってって、全然二人の話、僕の話のが多いやん。楽しく。楽しいよ。楽しい。すっごい楽しい。お二人が、あの、ママラフやってる、その、そのパターン、って、あれはどうやって決めたんですか？ゲストさんによるかな。ゲストさん。そう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 。でも構成的にこうパターン化されてるじゃない。うん？うん、されてる。話したことないですよね。ない。話したことない。そうない。無手活流っていうか自然の流れ。無手活って何？無手活流ってあの剣の？うん。流派。ちょっとそれが気になる。例えば北辰一刀流とかあるじゃない。その流派に何も属してない無手活流。何も無手活流。よくわかんないけど。じゃあそれ持って帰ってもらいましょう。なんかお二人のよ、なんか話全然引き出せぬまま。なんだかもう終わっていくじゃないのよ。いいのかな。うん、ママラフという番組をやってることをね。いや、シャナナファミリーが楽しいっていうことが一番の、まあ、今日の一つのテーマで、知らなかったけどね、そのテーマ。知らなかった。お二人の活動がって言ってたところ、俺はねっていっぱい出てきたから。そうそう、僕は楽しいね。そうそう、楽しい。僕の時間を有意義に使ってもらってよかったと思いますよ。楽しい。私も楽しい。でも、ダッコの話とそのカラーの話は、早速取り入れるじゃないですか。全然、全然取り入れる。だから、まあ、告知タイムの時に、いろいろまあ、この見てもらって、そこでこう、ちょっと情報を得てもらって、いろんな、ね、イベントをやられてるんで、また参加してもらったりとか、知ってもらったらいいと思うんですけども、まあ、とりあえずコマーシャル行きましょうか。はい、いらっしゃい。シャナナンバー、シャナナ TV 内でのプレゼント企画や1日番組パーソナリティになれちゃう抽選券をゲット。シャナナ TV を楽しんでいただくためにこちらご登録いただきたいと思います。はい、シャナナンバー、はい、こちらの方がシャナナ TV だ。あなたもワンデーパーソナリティになって非日常を味わってみませんか？ご登録はこちらから。ご登録者全員にシャナナステッカーをプレゼント。シャナナンバー、お帰りなさーい。はい、告知タイムです。はい、シャナテレビ、ママラフ、ママラフの、オンタイム放送、はい、13時と21時30分から、うん、はい、毎日放送されてます。よろしくお願いします。どうぞどうぞ、もうぜひその告知お願いします。はい、ママが笑えば子供も笑うがコンセプトの、30分番組ですのでね、ぜひ、ご覧いただければと思います。はい、ママラフ始まるんかな。いやいやいや、ケイちゃんも万世万世万世。まあ、ゆかさんの流れるような司会進行に、うん、私はもうチャチャを入れるだけなんですよ。なるほどなるほど。そうそう、それが二人の持ち味が生かされてる感じかな。そうそうそう、結構ね、チャチャがうまいから、あの文字になる率結構めちゃめちゃ多いんですよ。いただいてます。いやいいね。そう、勉強になるわ。僕もテロップだらけ。僕はね、ごめんな、フォローのテロップやからな。このまま入れたら、ね、事故を防ぐためにあれ入れてもらってるんやね。なるほど。そうそうそう。でもいつまでももう、その、
岡田純一君一筋で頑張っておられる、ね、今年も大活躍ですよ ね、 そうですね、おかげさまで、ね、そうだって寝込んでる間に結婚してたらどうしようって意味が分からない、その心配してるよ、ね、そうもう収録前にそれ一番に聞かされて、あそこに岡田純一って書いてたらもっとテンションタンクやったのにね、残念やったね、仕込み失敗やうえっち、ね、ゲストさんのこと考えてやっぱ仕込みだったわ、ね、あと抱っこ育児いくつになっても、うん、抱っこで子育てのフェイスブックも抱っこ育児で検索したら出てくるので、うん、あと、ゆかさんとけいこさんのフェイスブック、うん、名前で検索していただくと、はい、名前、この名前で検索していただくと、はい、この名前で検索していただくと何でも出てくる、いろんなものが、でも、フェイスブックも充実してますよね、なんだかんだ結構ね、アップされてるから、うん、ね、まあ、一応1日1投稿以上、ね、うんうん、してますね、なんと僕、本当にフェイスブックアップせえへん人やからね人のやつに、うん、乗ってるだけで、でもコミュニケーション取るツールなんで、でも元々はね、うん、まあ、それでも全然、まあ、お仕事として使ってる部分があるので、なので、綴っております。飽きてきたな。そうか、時間がもらうぐらいからさ、もうそう言ったらその時間がないから、おもんないなみたいな。1分ぐらいで喋きることなんもないわ。ない事故に繋がるから。なるほど、やっと今1分前が出ましたからね。ここからちょっと話すと長なってまた怒られる。怒られる。ちょっとだからもうやめて。いつになったら成分が勝つのかなっていう話もしましたね。ああ、そうです。一生こうへんと思います。一生こうかな。わかんないですね。まあ今関ヶ原の話をしてるんだっていうのをきっとテロップだと思うんですけどね。そう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 。もうこの前ええとこまで行ったんやっていう話もね。そういうのはね、あのフェイスブックに次は勝てるかもしれないもんね。あれはあのブランディングです。なるほど。岡田純一さん、こんなファンがすごいね。そうそう、いつか届けって思ってます。絶対届きますよ、届けって思ってます。それとケイちゃんの子供とのそのね、あったかい心温まる話しかけて、結構30周年記念には局長連れてきてくれると思うわ。あれよし、絶対夢は叶うから大丈夫よね。来るわ、来るわ。続けますね、それまで頑張りましょうね、みんなでね。もうもっとシャナナ盛り上げていきましょう。盛り上げてくれね。ありがとう。面白かった、今日ありがとうございました。ありがとうございました。ではさよなら。僕は君の大人のおもちゃさ。